将棋を題材にした日露戦争の風刺が、番のサイズが大将棋と一致する大将棋は、将棋の一種であり、二人で行うボードゲームの一種で、ある。成立は中将棋よりも古く、あまりに大規模なため実際に刺されていたかに疑いも持たれて、いたが、鎌倉時代には普及していたことが明らかになり、鎌倉大将棋という名称が提案されている。駒の動きに関して、 便宜上、と書く。駒の表記は一文字表記を行うため、便宜上、竜王を、竜、非竜を、竜、非牛を、牛、猛牛を、牛と表記している。中将棋は大将棋から派生したものだが、中将棋と比較すると、いかにも中将棋に駒を適当に加えて、拡張しただけという印象は否めないところであるが、それには、こうした事情がある。 みなせかねなりが記した、将棋図によると、水蔵大使、麒麟獅子法王本王の三駒のみがなりを持ち、その他の駒はなりを持たなかったとされる。このことから、大将棋の駒を減らして、その減った戦力を補うために、多くの駒になりを加えることによって生まれたのが、中将義であると考えられる。その後、中将義が盛んとなり、中将義の認知度が大きくなるにつれて、 中小棋の成りが大将棋に逆輸入された。しかし、大将棋にあって、中小棋になかった駒にはもともと成りはなかったので、あるから仕方なくそれらは成り先としてポピュラーな金賞を当てることにしたのであろう。こうして、本来先輩であるはずの大将棋が、中小棋に金になるだけの駒を適当に加えた手抜き拡張のようになってしまった。 駒が多く、一曲を指すのに時間がかかりすぎたため、南北朝の動乱の時期には、廃れたものと考えられている。本校で示す、形の大将棋が、文献に最初に現れるのは、1297年から1304年にかけて書かれたとされる、普通衝道集とされる。ここには大将棋雑しに対しての死後の追悼文に、という表現が見られる。 この表現は130枚製大将棋の初期配置や、駒の動きと矛盾せず、13世紀には大将棋があった、ものと強く推測される。また、出土資料では、鶴岡八幡宮の鎌倉時代の出土品に、法王と書かれた駒が含まれている。尾本慶一、日本文化としての将棋三原社、P151 佐益新一平安から、室町の様々な将棋、遊戯史。 研究5号、佐伯真一、普通衝動集の将棋関係記事について、1993年、村山周一編、普通衝動集45ページ、天道市将棋資料館、天道の将棋ごまと、全国遺跡出読、40ページ、ありがとうございます。